はい、こんにちは。レクセンニコーチの矢島です。まあ、この動画はですね、えっ、ー、と私の講座の方にもすでに興味持たれている方に対して、まあ、私の講座のちょっと概要をね、説明するために、あの、収録させていただいております。まあ、あの、えー、私の方で画面にですね、あの、ちょっとわ、私の講座一覧の方を移してまいりますが、まあ、あの、これダウンロードできるようにね、あの、お願いしておきますので、まあ、あの、レクのホームページの方から動画、あの、ご覧くださっている方は、あの、これダウンロードがね、できると思います。あと、あの、これ、まあ、単なる、あの、普通にね、あの、ワードの。 ですねえー、こうファイルにただ字打ってるだけなんで、まあ、もうちょっとこうテキストのきれいな見本とか、そういうのをイメージ、見たいんだっていう場合は、ホームページの方とか、あとレックのパンフレットの方ですね、まあ、そちらの方をあのご,覧ご覧くださればです、ね、あのそのテキストの見本とか、そういったものを見ることが可能ですので、ね、そちらの方を見ていただければというふうに思います。じゃあ、えー、まずですね、こちら、えー、最初のところなんですけども、私、これ、2021年の、ね、合格目標ということで、まあ、毎年、講座をね更新して、 えー、制作しておりますで、えー、この、ね、改正法とかの最新の判例のところも対応しているので、ね、そこのところは心配ないということですね。あとあの特にこう、ね、改正法とかそういうところ関係ないところでもあの既存のもうすでにこう、ねえー、ある程度硬いようなあその分野のところでも毎年毎年こうより、ね、分かりやすくこう表現するにはどうしたらいいのかというのをう考えながらやってますんで、まあね、あのでいろいろより昨年のものよりだいぶ使いやすくなっているものを、ね、ど,んど,んどんどん更新中であります。 けども、えー、もしねあの今、えー、何をこうねやっていいんだかわかんないっていうような人に向けてなんですけれどもとりあえずあの私の方で最低限あのこれだけをねあのこう受講すれば合格に必要な力があのつけるんだってつけることができるんだっていうことをあの4つあの用意しておりまして、えー、それがですねこちらえ2つ目のブロックのところですねで、まあ、結論としてはまず一でねこれあのインプット用のメインの 講座になりますそして論文用のメインの講座としては二の、ね、矢島の論文完成講座あとはあの直前対策講座で試験のね直前期にあのやるものなんですけども矢島のスピードチェック講座っていうのはまああの 丸のの、ね、矢島の即習インプット講座であの、まあ、あ試験に必要な重要な知識をしっかり深く、ねまあ、学んでもらったもの,ものをですねでこれだとちょっと量がまあ多いので、えー、最後の直前期に、3のスピードチェック講座のところでね特に本当に最低限を覚えてあのいなければいけないところをちゃんと覚えているのかどうか理解して覚えているのかどうかということを、まあ、短時間でこう、ね、確認することをまあ目的に増している、ね、そういった講座になりますねそして、4のところですけどもこれ、矢島の最新革問山当て講座。 っていうもものですけどもこれは直近のまあ試験のね、えー、論文試験のまあ司法試験の過去問を使ってでで私のこう回答例を、ねえー、使ってですね、まあ、あのなるべく自然しか採点実感に、ねえー、こう即したようなあの答えをこう出してでそれでまあ要は直近の過去問をこう、ねえー、見ることによって何がこういいことがあるのかっていうと直近の過去問を作ってる人っていうのは大体今度皆さ,んを、ね、皆さんが受験する試験の問題を作ってる可能性が高いんですよ。試験交際員ってまああの多少こう入れ替わりがありますけど全員一斉に入れ替わるってことがないから、まあ、直近の過去問 直近の学問をまずやっておくとね、えー、その問題を作った人の多くの人が今度皆さんが受ける試験の問題を作って。 まあいるはずなので,でそこで特にねその取材の人が採点実感なんかに答えるようなまあ形のまあ回答をね、えー、こう考えるまあことによって、まあ、本試験の時にこうね、えー、どういうところを気をつけなければいけないのかとかそういうちょっと実践的なあの思考過程がね、まあ、身につけられるということですね。でそういうことを、えー、要はやってる人とやっていない人とではやってる人の方が当然あのその有利なね、えー、このいい答案があ試験コーサインの要はあ この意図にあ、ね、っての答案を書きやすく学んでるはずなんですけれども、まあ、試験というのは結局100点満点取らなくてもまあ合格できるんであって、まあ、例えば100点満点で言えばもう 50, 50点台の後半ですね60点取らなくてもあの十分あの合格まあできるわけですで60点なんか取ったら本当にかなり上位の方でまあ100点満点だとしてね60点ぐらいもう取ったら本当に十分、えー、かなり上,上位の方でまあ受かるようなまあ感じなんですけれども、まあ、結局試験というのは相対的なもので100点満点取らなくていいんだと、まあ他の受験生よりもまあちょっとこう優れてればまあいいんだってことで そそこでその過去問をね、直近の過去問をやることによって、まあ、そのやってない人と比べてね、ちょっと有利になるような感じでやっていくっていうのがね、その講座になりますね。あと、そ丸の4の講座はあの最新過去問を、まあ、必修7科目それぞれこう、ねえー、やっていくんですけども、まあ、各科目ですね、前半のところでその最新の過去問を私の回答例使ってね、でどういうところを気をつけると本番の試験で点数取りやすくなるよっていう。 ってことをね説明ましてでその後後半のところで、まあ、あの山あて講座をやります、まあ、今年はこの辺のところの論点が出るだろうってことでねで、まあ、結構あの過去問しっかりあの私の方うでまあ分析ましていて、まあ、例年あのよく当たるんでね、まあ、あの今度の、ね、試験も,もう山、ね、どんどん当てていきたいというふうにまあ思ってるんですけど、まあ、そういうのが、ね、直前対策講座ってことで丸4になってますねでというわけでまあ一応こう今何を取ったらいいのか分かんないどういうことを、ね、やっていいのか分からないっていうんであれば丸、まあ、1から丸4の講座をこうセットでま取ると、ね、なんか割引になってて、ね、安く。 まあ受講でできるので、まあ、そここお勧めしていいるというとうろですね、えー、それからですね、この一から丸四以外のまあ講座といたしましては、えー、こちら、私のこのレジュメの方だとね、2ページ目の一番下の方なんですが、丸五で、えー、これはもうメインの方じゃなくてね、メインはあくまでももうさっきの一から四。 のところでもう、合格するにはあれで十分なんですけど、さらにね、もしもうちょっとこう余裕があるっていう人のために、えー、ですねこの丸5で担当対策シリーズ、矢島の担当対策シリーズというものを作ってれます。 作ってるんですけども、司法試験のものとしてはまあ家族法と憲法の統治ですね。ただし、あの基本的に私の名前がついている冠講座に関しては、テキストは私の方であの作ってるんで。まあ受講して私の講座をね。受講されている方は別に別にテキストを買わなくてもまあいいんですけど、この担当対策シリーズの唯一ね。憲法統治だけはあのレックのね。出版物。 であります。こちらの書いておきましたけども、この完全整理卓一六法というねものを使っております。でこれはの、まあのま新しいね最新のものですね。えー、まあ、そちらの方を使ってやってるという。 ですけども、まあ、そこここのとととろを用意してもらうう必要があるということですねでもまあそれ以外のまあ家族法例えば担当対策シリーズで家,の家族法をやりたいというのであれば、まあ、その別,別冊は買う必要はないということになっています。というわけで、ね、これがまあ担当対策シリーズですね。まあ、担当試験は基本的にあの自分でもうやろうと思えばできるんだけどなかなかやっぱ独学だと、ね、こう気持ちが持たないとかあ,、まあ、あるいはもう普通にもう単純に難しいとうう、ね、思うような人がいるのであれば、まあそのね、こちらの担当対策シリーズの方が役に立つなということで、ね、こちらの方を制作しております。えー、それから え次のね3ページ目になりますけれどもえ3ページ目の、この丸6はのこれ予備試験のもう特化したものでね法律まあ実務基礎科目でねよく予備試験の方でこうで出題されるものをやっているのでまあこれはあ司法試験の方にはあの直接関係ないのでねまあこちらはあの受講するまあ必要はありませんまあ司法試験受かった後にに実務収集あの司法収集にね入るときに,に必要な知識がこれある意味凝縮されているような感じなのでまあ司法試験受かった方にはねおすすめなんですよね。要件事実やっとととか、かか民事保全法法執行法とかねえ ってたりとかするんですごくおすすめなんですけど、まあ、試験受かったらねあのもしあのこうちょっと実務の勉強したいなっていうんであればこれ利用してもらえればというふうに思いますね。でとりあえず、ね、あまあ今ねまず試験にね司法試験受かんないとしょうがないですから、まあ、そういう観点からしたらあのこ,れ ⑧ し、えー、これ「丸○でしてこれちょっとすいません選択科目で、まあ、労働法限定になってしまうんですが、まあ、労働法に関しては2つの 講座をまあ用意ししていましてでメインはねこの矢島の労働法、レックの中では選択科目総整理講座というあのシリーズであのこうね売っているものなんですけどもまあ矢島の労働法でもテキストから何からね全部あの私が作ってねで講義も私がやっているものなんですけどもまあこれをやっておくとまあインプットもできて論文の勉強もできるという感じですね。あ,ある意味、さっきのメインの講座でいうと1の矢島の促進インプット講座と2の矢島の論文完成講座がまあ合わさったようなまあ講座です。そそれがえそれがの労働法 バージョンが、そのね、えー、かっこいいちの、まあ、矢島の労働法ということになりますね。そして ええー、括弧いのところですけども、これはの直前対策講座でもうこれ試験のね、本当に直前にあのやるものなんですけども、まあ、6時間程度でね、ちょっとまだあの現状、まだ1年ぐらい先になっちゃうんで、えー、具体的に何時間でやるかっていうのはまだ決まってないんですけども、大体6時間は程度でね、えー、その年の試験に出そうなところをちょっとピックアップ、まあ、ピンポイントで絞って山あての、ねえー、的な感じで、まあ、ちょっとね、大事なところをしっかり学習していくっていう感じですね。まあ、そういったた直前対策のためのめ、ねまあ、スピード でこうねえー、早い時間で、まあ、インプットするような講座だというふうに、まあ、思っていただければというふうふに思います。あとは、えー、4枚目、4ページのところで、えー、ですね、えー、4, 4枚目のところで、丸8で矢島ゼミですね、まあ、これは例年、ですね、えーまあ、ちょっとこう試験の時期によって開校時期があの変わってくるんですけど、例年、5月に試験があ,のあるときは大体1月のもう初っぱなからね、まあ、正月の期間ちょっと除きますけど、1月の初っぱなからもう4月の下旬。 一番最後のところまで毎週土曜日水道橋の方であのゼミやってねで私の方でまああの受験生と一緒に付け並べて答案書いてで私の答案をすぐコピーして配っててこここうやればいいんだとかねあとはまあ私の方で論証例え作ってね各科目の論証例使ったのこれ覚えてきてくださいとか担当の問題解いてもらったりとかまあ合格に必要なあのこう指導してで,えで当連でね答案書いてもらったらそれ集めてで翌週私が添削してまあそれを今度 一人一人個人面談してね、まあ、それで改正のことをやってるんですけれども、まあ、こちらももしねあの興味があって、まあ、なんかあ水道橋限定にはなってしまいますが水道橋まであの通うことができる方はこちらの矢島ゼミですね。まあ、詳細はあの,の、ね、ウェブページ等で え後で確認できるようにしておいてもらいますけれどもそちらの方もねちょっと検討をいただければというふうに思いますね。で令和3年度の試験ねあの今ちょっとこの動画を収録してる時点でまだあの試験が何月にあ,のあるかって決まってないんですよね。まあ、令和2年がねあの8月になってしまいましたけど延期されてしまいましたけど、まあ、令和3年がどうなるのかっていうのが決まってまあいないので、まあ、そこのところが決まったところでまたあの具体的にねこの えどの時期に何をやるのかっていうところはちょっとまた発表をねしていきたいと思ってますね。まあそんな感じのところですね。まあとりあえずねあの今回私のまあ講座案内だったんですけれども、まあ、結構あの、まあ、講座受講されなくてもですねあの無料の講座なんか結構上げていてで最近はあの6法だけでこうねあのこう民法のね再建法の改正法が勉強できるようなあのえ無料の講座なんかも結構こう作ってあげてるんでまあなんかねあの有料講座までは手出せないけどまあなんか無料の講座だったらちょっと見てみたいなっていう方はまあちょっと とレックの方で私の,、ね、あの名前で検索してもらって、まあ、YouTube の方でねあの最終的にはレックから上げてもらってるんですけど、まあ、そちらの方をね見て頂ければいいかなっていうふうに思ってますねまあ,あ今ねちょっと試験が延期だとかっていうんで大変な時期ではありますけれどもぜひねあの心をこう必要以上にこう乱されないようにしてね、まあ、とにかく合格することを、えー、第一にねあの各自のペースであのしっかりとね勉強していただいて。 行ってねいただければというふうに思いますねじゃあそれではえ今回ですね司法試験の講座案内ということでえご紹介させていただきましたご清聴どうもありがとうございました